いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？合コンなどで初対面の男性が口にする彼氏いそうだねというセリフ。実は言葉通りに受け止めるだけでは男性の本音は見えてこないようです。そこで今回は彼氏いそうだねという言葉にどんな意味を込めているのか本音を聞いてみました。 1. 男を取っ替え返している遊び人だと思っている。男をもてあそぶオーラを放っているので自分は遊ばれないよう戒めている。10代男性のように遊び人だと誤解されている恐れがあります。上目遣いや甘い口調を連発しがちな方は真面目な恋愛エピソードを紹介するなどして誤解を解きましょう。2. モテそうだなぁと本気で思っている。褒め言葉みたいなもの。本当に可愛いしモテると思っている20代男性のように男性に人気があって当然だと思っているのかもしれません。おだてるような口調で言われた時にはとんでもない、全然モテなくてなどと謙虚に否定すると喜ばれるでしょう。 3. 彼氏がいなければ付き合いたいと思っている。彼氏がいたらがっかりだから結構勇気を出して言っている20代男性のように、恋人として立候補するために確認しているつもりの場合もあるようです。真剣な表情で言われたら恋人募集中ですなどフリーであることをアピールしましょう。 4. 男を消しそうな見た目や言動から彼氏がいないわけがないと思っている。見た目が可愛いし性格もいいので彼氏がいて当たり前かなと20代男性のように当然彼氏がいるものと思われているのかもしれません。気になる男性から言われたらいつから彼氏がいないのかなどを具体的に伝えて誤解を解きましょう。